愛媛、ここは坂田、中ダンクに行きました。クリーナーです。佐賀も厳しくディフェンスには行っていますが、振るのからうまいつなぎになった。フィッツジェラルドで、しかもエンドワンです。ちょっとシュートタッチも立ち上がり佐賀あまり選手来ていないかなという状況。クリーナーだー、エンドワン。さあフェルプス、そして決めていきました。ユージン・フェルプス、フェルプス、あ、奪った。マッキントッシュ決めて、さあマッキントッシュから西川、マッキントッシュ、ここでシュート決めていった。マッキントッシュ、さあマッキントッシュ、ここ勝負いくか。山下からビーラー、そしてマッキントッシュ、いい崩しだ。坂田トシノ、そしてクリーナー、クリーナー、ここはそしてマッキントッシュ、中は三津原、三津原ここは決めます。石井が愛媛は入ってきています。マッキントッシュ、さあこれで1点差差が出た。河野、そしてトシノ、河野のスリー、ここは河野が決めていきました。スリーです。隅田のスリー、ただマッキントッシュはまだコートに立っています。クリーナー、エンドワンです。そしてトシノ、クリーナー、飛田のスリー、追いついた愛媛。さあスピード感も愛媛、この辺り各選手が出てきて、フェルプス、あ、決まらない。ただもう一度フェルプスで愛媛、さあ愛媛に出た愛媛、ここで得点できれば大きな追加点になりそうだが、クリーナー、佐賀がタイムアウトを取ります。さあ隅田、そして西川のスリーは落ちる。ただ三津原、ここでフィーラー、盛り上がります。ああ、これで時間をしっかりと経過させてという。